はい、昭和のビジネスをやってきた私が平成で日の目を見なくって、そして令和でブレイク、まあ平成の年でブレイクしましたけどもね、やっぱり時代に合わせた商売をするってことじゃないですかね。やっぱりこれが江戸時代だったら農業だったと思うんですよ。で、時代が変わって明治維新、それから商人の時代になってきて、昭和の時代にはそうですね、前半はもしかしたら軍人の時代だったかもしれませんけども、軍人ではなくて経済の時代、高度経済成長には経済の時代が来ました。どんな商売をやっても、どんな飲食店をやっても高い確率で当たったということですよね。もちろん飲食店とかではなくて、飲食店に納品する会社でもいいですし、広告や雑誌やデザインをする会社、そういった今までなかったようなね、何か物を伝えるとか仲介するっていう中抜きですよ、間を抜いていくっていう商売が台頭した時期でもありましたね。そして時代は令和になって、今新しい中抜き時代になってきました。中抜きっていうのは中間業者がどんどんいなくなっていくっていうかね、いらなくなっていく時代です。まあね、販売者とお客さんが直で取引できるんですよね。通販もそうですし、コンテンツビジネスもそうですしね。でもはやもうお客様と自分の間に障壁が何もないんですよ。だから中間マージンかからないですよね。中間マージンかからない上に自分でも経費かけてないんで、もう本当に全部利益ですよね。だからいくらでも価格競争できますけども、逆に価格競争できるからこそ自分の情報発信価値を高めていって、価格を上げても売れるように作っていけるってことじゃないかなと思うんですよ。そして価格を上げても、粗利を上げてもなぜ売れ続けるのか、それはやっぱりね、問題解決にあると思うんですよ。情報による問題解決って今どんどん高度なものになってきましたけども、結局は人は何に困るかっていうと、食うに困らなくなってきて、着るに困らなくなってきて、住むに困らなくなってきたら、より快適に過ごしたいという情報を欲しがるんですよね。そして困った時でも情報によって解決できるんですよ。あそこでもらえます、ここでもらえます、あそこでもらえます、こういうふうなもらえる情報もやっぱり情報の優位性だと思います。私ね、毎日ね、無料情報をリサーチしてるんですけども、今ね、衣食住全て無料で提供できるところがねあるんですよ。まあ場所によって なりますけども、とにかく今タダであげますっていう食事とか住むところとか着るものとかっていうのはね、溢れてるんですよ。時には移動までタダでもらえたりするんですよね。で、そういう情報を掴んでるかどうかっていうのが勝負の分かれ目だと思いますし、代表的なのがポイントサイトじゃないですかね。ポイントサイトで現金が生まれるなんて、私はこんなことがあっていいのかと思うくらいですよね。まあいいんでしょうけども、令和のカードとしましては、これからね、二極化が進みます。かなりの二極化、今まで経験したことがない超二極化が進みます。その時にですよ、ちょっとひどい言い方になりますけども、困ってる人同士で集まり合ってね、何かをしようと思うんではなくて、やっぱりね、困ったのを克服した二極化の上の方にいる人とどうつながるかだと思うんですよ。まあ、ですので遠慮なくね、SNS などでダイレクトメッセージを送っていったりとか、困ってます、助けてくださいってことを力の強いと思われる人にどんどんアプローチしていくべきだと思います。困った人同士でやってても、結局誰も解決方法を知らないから、お互いにもう傷を舐め合って、権力者とかお金のある人を恨んで終わりになっちゃうんですよ。いや、いくらでも恨んでいいんですよ。恨んだりとかはケチをつければいいんですけども、全く自分の問題解決しないんですよ。一瞬腹がせいせいするだけなんですよね。そうではなくて、根本的に問題解決しようと思うと、もう困ってない人のところにすり寄っていくのが私はいいと思います。ということでね、私もね、困ってない人にすり寄った結果、自分が困ってない人になったということでございます。ただすり寄ってくださいっていうのは、なんか言い方悪いですけども、そうじゃないんですよ。やっぱり普通の人と人として向き合うってことなんですよ。お金持ちだろうがお金がなかろうが、そんなこと関係ないんですよ。人間対人間で堂々と五分で向き合う、これだけでいいと思います。だからといってこうやって偉そうにするわけではないんですよ。やっぱり礼儀正しく相手の人の立場を考えてね、傷つけないように愛を持って接するってことじゃないかなと思います。それが令和のカードじゃないかなと思うんですよ。今一度自分が何者でもないことをね、自覚して尊重心を一定の割合で相手に示せば、あとは対等な社会人としてのお付き合いができると思いますんで、あんまりね、卑屈にならなくてもいいと思いますよ。卑屈にもならずに、傲慢にもならずに、五分と五分で付き合っていけば、私は令和のカードっていうのは有効に使いでいけるもんだと思います。というのがやっぱりね、やっぱ人は誰かに何かしたいんですよ。ただちょっとしたことでこいつはいいやって思っちゃうんですよね。こいつはもう勝手にやっとけみたいな、ね、そうではなくて、やっぱりこう仲良くしたいな、この人とっていう風に思わせるコミュニケーション能力が令和のカードなんじゃないかなと思いますよね。まあクレクレ星人でもいいんですけども、クレクレじゃなくって別のやり方、言い方があるんじゃないかなということですよね。やっぱ人ってね、誰かに何かすると気持ちがいいんですよ。儲かる儲かんないかかわらず、だからそういうところを見つけていくことなんじゃないかなと思いますよね。よし、今回は商売抜きだみたいな感じでね、奮い立ってくださる方が結構いるんじゃないかと思います。私は
ということで、私もねこれからねいろんな方にごますっていこうかと思うんですけどね、まあごますらないですけども、うん、何者にも恐れずに足元を見られることなく、うん、まあ、常に冷静な自分でいたいなというところですね。いやー、それにしても今日ちょっと冷えますね、吉田さん。今ね、あ、これ選挙の通知が来ました。広島参議院選です、補選です。河合案里の代わりで、これソフトバンクからの通知が来ました。ギガ無制限、向こうからいい情報はどんどん飛び込んできます。こっちが探すまでもないですね。毎日メールマガジンもたくさん来ますしね、 LINE もいっぱい来ますしね、もうこっちからいい情報を探さなくても向こうから飛び込んでくるっていうのが、これがまあ令和のカードのまた2枚目なんじゃないかなと思いますね。うん、いってらっしゃい。